スカイピースイエーイということでですね、今回俺たちも髪を伸ばしに伸ばしきったでしょ。ついた2ヶ月俺切ってない。もう行きたかったよね、常にね。伸び続けました。今回ですね、ホットペッパービューティーでちょっと予約してから、はい、うん、いつも俺たちがお願いしてるログさんに行こうと思ってて。なるほどなるほど、めちゃしたいんですよ、これを機に。もう髪も伸びきったんで、もうね、髪色とかもね、いや、せっかく動画にするんだったらがっつり変えていこう。はい、というわけでこちらダウンロードしたんですけど、こちらのヘアカタログっていうところのメンズからどんな髪型にしたいかを選択していきます。イメチェンといったらこんだけ伸びたってことはショートにするべきだと思うんだよね。うん、まあ結構短いけどね。俺も長いんだよね、これ。いやいや、寝起きやから。まあちょっととりあえずかっこいい感じでね、お任せ、お任せだね。でもお任せしようもう、うん、でもカタログがあるんでそれから選んでも大丈夫だと。うん、今ここ事務所の近くなんですけど、はい、なんとですね、近くのエリアからって検索するとね、ログさんが出てくるんですよ。なんで皆さんも家にいる時とかに近くから探せば出てくると思います。ここでなんか見れるわけね、口コミで。そう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 。こちらのログのページ行くとですね、予約っていうボタンがあるんで、そちらも予約のボタンを押します。でトリートメントだったり新規だったりいろいろあるんで、メニューを選択して予約をします。で今回カットなんで、カットをしてこの内容で次に行きます。カット日を決めます。でもし指名したいスタイリストさんがいたら、その指名して次へ。でまあできたと。はい、で完了します。おー、これでもいつでもいけるわけ。これでいつでもいける。うわー、じゃあ行ってくるわ。危ない。運動神経が出てたよ、今。痛て、小学生でしか見ない傷。シシでね、チータに戻ってきてもらって、はい、転んだんでね、はい、予約完了するとメールが来るんですよ。はい、で、メールが来ましたんで、うん、で、完了したと。完了しました。おこちらアプリなんで、アプリからなら、どこでも、いつでも予約が完了できますの、うん、で、アプリからだとポイントが貯まる。ポイント貯まったらお得なんですね。はい、今度こそ行く。行きましょう。行っちゃ行っちゃ。いやもうゆっくり行きます。シシはい、それではログに来ましたね。いやよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。来ていただく毎度おなじみの沼グッチーさんです。はい、今回ですね、イメチェンというのをテーマに切ってもらいたいんで、うん、沼口さんの自由でガラッと変えてくれれば。もう坊主でも全然怒りはしないんで。もう本当にイメチェンというのがはっきり分かってれば成立するんで、ね、色とかももう全部グッチに任せます。いやー、任せてください。出ました、滑舌が悪いんです沼口さん。じゃあ今日よろしくお願いします。あ、こっち、すいません。どうもスカイピースイエーイということでですね、はい、本日髪を切ってもらうんですけど、はい、なんとですね、今回ドッキリをやっていこうと思うんですけど、スカイピースでお任せでイメチェンをテーマにして今日髪を切ってもらうんですけど、はい、ジンタンの形をミトナツメちゃんにしてほしいんですよ。いやーマジっすか、本当にもうガッすり前が短くしちゃっていいんで。うわ、難しいかもしれない。いやもう今回沼口さんのお任せで、はい、イメチェンをお願いしてるんですけど、はい、普段はそんなイメチェンされないんで安心してください、はい、俺が普段のイメチェンなんで。じんたん、あれ切り終わった後にあれ沼口さんっていう、沼口さんこれどうしましたっていうのを撮りたいんだけど。わかりました。だから沼口さんはもう切られた後、え、テオ君に言われたんですじゃなく、これが僕のじいさんお似合いだと思いますっていう平然の声を取ってもらって。了解です。いや普段は本当に沼口さんね、はい、そんなことしないですよね。そうです、もちろんです。イメチェンであれはやばいですよね。人生初の。了解です、頑張ります。面白いぐらい。はい、お願いします。了解です。シシシシどう。俺ももうがっつり変えちゃっていいんだよ。なんでもいいんだよ。あれ全然隠してなくない？うん。うん、しか言わないことある。目つぶるだけでいいの？じゃあ俺マスクします。充電切れてる時あります？全然ありますね。すごいね。前髪大切っすよ。前髪大切っすよ。前髪大切っすよ。前髪カットで来る人とかもいますからね。前髪だけで。シシ。皆さんラップしますか？もうラップでいいよ。はい。仕方ないですけど、
目が開けたいよね。なんか、これ本当にユニットって感じになる。いや、今っぽいっすよね。ファンが増えそうな。まあ、イメチェンなんだよね、今日。そうですね。とりあえず坊主にしときゃイメチェンなんで。坊主をしますね。こんだけいろいろして、最終的にウィーンって意味ない。シッシカットも終わりですか？カット終わりです。おシッシ、はい、いや楽しみ、ドキドキだな。終わりました、ありがとうございます。ありがとうございます。シッシ、これって今はもう鏡ですか？いや、今カメラを回して俺はジンタの顔も自分の顔も見てない。お互いを見ましょうか、まず自分。はい、いきますよ。はい、せーの、じゃん。あ、なになになに、あ、すごい、おしゃれ、かっこいいや。なに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 、部屋抜いてないよ。いい感じよ、俺。いい感じです。めっちゃ言葉失ってるやん。すごい、髪色もいい。ジンタめっちゃいい。あ、ほんと見ますか、イメージチェンされてる、完全に。うん、俺こんなジンタ見たことない。イメージチェンジ、いい感じ。鏡見ますか、二人で。せーの、最後まで見てくれてありがとう。ジンタごめん、もうどうしてもその顔が見たくて、えってなる感じが見たくて。でもかなりおしゃれになったと思うよ。次回のスカイピンさん、おいおい、うちの相方ついにマツエックしだすとか言い出したんですけど、そんじゃまた明日もよろしく、ペイ。はい、ということでイベント完了ですね、はい。すみません、本当に初めてネットで予約する方は 20% 分ポイントがホットペッパービューティーからキャッシュバックされるので、すごいね、めちゃめちゃお得。 20% いや、すごいみたいですね。ホットペッパーの得どこ、もうなんか赤字覚悟でやってるんですよ。で、その期間があるんですけども、はい、2018年の2月22日スカイピースアルバムの発売の次の日、あー、次の日からから3月21日。なるほど。まあ、でその期間やってるんで、その間、はい、ぜひダウンロードして予約してみてください。予約してみてください。詳しいことは概要欄に書いてあるんで、はい、これからもね、イメチェンした私たち、マジよろしくお願いします。